不適切な保育が判明した浜松市のこども園で保護者説明会が開かれました。一方で私たちの取材に園の関係者は園長による保育士へのパワハラを証言しました。浜松市中区の認定こども園蓮華こども園で午後6時半から開かれた臨時の保護者説明会。保育士の配置基準を満たしていなかったことや保育士による園児への不適切行為について理事長や園長が説明し謝罪したということです。また青山和子園長は責任を取って5月末に退職する意向を明らかにしました。一方、浜松市への取材で複数の保育士から園長のパワハラに関する相談が寄せられ市が注意していたことが新たに分かりました。また園長自身が不適切な保育をしていたと証言します。ほとんどの先生が園長が手を出すところを見ています。そういった行為がまずお手本になってしまったので、そうですね、他の先生たちもそれはやっていいことなんだとおそらく思っていたところもあるかもしれません。園は再発防止策として職場環境の改善や外部講師による研修に取り組むとしています。